はい、皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはあなたの教室事業を成功させるコンサルタントと経営塾の選び方ということについてお伝えしてみたいと思います。コンサルタントという形の人たち、まあ、私も含めてなんですが、経営塾もそうですね、ここ、まあ、企業塾って言えばいいんでしょうか、ここ5年ぐらいでものすごく増えています。でものすごく増えているがゆえに、あなた自身がですね、まあ、どの方法とどの内容をどう選んでいくかっていうことが、ご自身の授業をうまく活かせる大きなポイントになりますので、今回のお話はですね、私のところがいいから私のところに来た方がいいよっていう話ではなく、あなたにとってどういうところを選べばマッチングしていくのかっていう、まあ、そういう観点からですね、当然私はこう考えているっていうのもお伝えはするんですけれども、最終的に選ぶのはご自身なので、その考え方のヒントとかを得ていただければいいなというふうに思っています。この話をしようと思ったきっかけがあるんですけれども、私自身の露出が少ない、まあ、少なくはないはずなんですけども、探しきれるようなほど、ものすごく宣伝をしているわけではないので、私が今見ている方で、人数が、ね、いっぱいの時とか全然募集とかもしないので、そのせいもあって見つけきれないっていうのがあるんですよね。で例えば本を出したりとかすると、まあ、それをきっかけに私のコンサルとかを検討してくださる方とかがいらっしゃるんですけれども、まあ、その前とかに、まあ、例えばどこか違うところを申し込んでいる時に、まあ、その時のその人なりの正しい選択をもちろんそこではしているんですけれども、サービス内容をね知っていたら申し込みたかったっていう話が、まあ、ここ数年結構言われていて、まあ私のところがタイミングよく入れればもちろんそれでいいんだと思うんですけれども、そうではない時とかもあるので、どういうところを選ぶとあなたの教室と、まあ、そのコンサルタント経営塾企業塾と相性よくうまくやっていけるかっていう活用の仕方ですね、そちらをお伝えしたいというふうに思っております。はい、ではまず、2つのお話があるので、まず企業塾経営塾の方の選び方、これからお伝えしていきたいと思います。先ほど申し上げたように、ここ5年ぐらいでものすごくそういった塾的なものがめちゃめちゃ増えてます。はい、で、私も当然業界の事情と内容を、見ておりますが、まあ大きく分けると、全体設計をするのが、まあ、得意な塾のスタイルと、あとあるツールだけに特化したことを教える塾 もありますね。当然値段が変わってきます。総合でトータルで教える方が高いし、単体のツールを教えるところは安いです。はい、なのでその金額のボリュームっていうのが当然あるんですけれども、その方自身の、まあ、かけられる費用と、あとはどこまで事業を拡大していきたいかっていうところにもよると思うんですよね。やはり今の、まあ、現状がちょっと良くなればいいやっていうレベルで、まあ、一つのツールを使って上手にやる方法があればそれでいいっていう場合には、当然安くてピンポイントのそれを教えてくれるところに行くのが効率的ですよね。すぐにどうにかしたいわけですから。でもう一つの方は、全体を教えてくれるっていうことは当たり前ですけど、費用もかかるし習う時間もかかるし、まあ、そこもまたいろいろなスタイルがあるんですけれども、成果が出るのに時間がかかるケースが多いです。はい、なぜならば本質的なことを教えるから簡単にできなかったりするんですよ。なので、どちらのタイプが今の自分にとって必要なのかっていうことを考えながら、まあ、選んでいく必要があると思うんですよね。で、私自身の、考え方は、やはり時間がかかってもしっかり基礎から構築をして、まあ、自動的に集客ができたり制約ができたりっていう仕組み作りを長期って言っても、まあ、
3年ぐらいでしょうかかけてしっかり作ると、あとがめちゃめちゃ楽なんですよ。あと作り方が分かるから、何個事業を立ち上げてもうまくいく考え方なので、このタイプが向く方と向かない方がやっぱりいらっしゃるんですよ。今が良くて、今ここだけどうにかしたい、2、3ヶ月でちゃっちゃと売り上げ上げたいっていう人は短期型の方が向いてるし、私のようにビジネスの本質をしっかり理解してじっくり腰を据えてしっかり作っていくっていうものがいいっていうタイプの人は長期型の方が向いてます。で、長期型といっても経営塾自体、企業塾自体長期で謳ってるところはほとんどないです。だいたい3ヶ月6ヶ月、長くて1年っていうところが多いんですね。で、要はそのアフターフォロー的なメンテナンスが続くような内容になってるかどうかっていうところが、ポイントになるので、私が今やってるのが、11年お世話になってる、コンサルの先生と7年お世話になってる先生いらっしゃいますけれども、基本的には長期の並走スタイルでやってくださる、先生についてるっていう感じ。そちらの方はメンター的な役割も果たしてはいるんですけれどもね。ですので、企業塾、経営塾も、いろいろな種類があるので、まず大きなところで言うと、短期型のツール型のところなのか、長期戦略型で全体設計をしっかりやるようなところなのかっていうところの大きな差はあると思います。短期型でも今高くなってたりしますね。安いところで5万円ぐらいのところもあるんでしょうか。短期型ツール型でも30万円とか40万円近いところもあります。で、長期型の方は大体30万円ぐらいがベースの相場で、高ければ100万までいくと思います。もっとさらに上で稼げる金額も大きくってっていうスタイルになってくると、150、200っていうところも出てきますけれども、そこは稀ですね。大体それぐらいが費用感のイメージですね。それと、あと、教える方、企業塾を教える方のバックグラウンドですね。自分が実際に実践したことと、それに対してデータを取ったものを教えてるタイプの人と、どこかで何かを習ってきたもの、もちろんそれは自分がその範疇はやってるんですけれども、例えばテキストみたいなものがあり、それをただ伝えるだけの人という形の、プランがあります。そうすると、やはりその自分で実践はそんなにはやってないんだけど、教えることによって収益を稼ごうという形でのモデルをやられている方もいらっしゃるんですね。そうすると、言えるんですけれども、実践伴ってなかったりするケースがあるんですよ。そうすると、幅広いお話とかに対応しきれなかったりとかする場合もあります。で、私の場合にはカバーする範囲が広いので、もちろん自分がやってきてることが多いっていうせいもあるんですけど、集客ももちろん教えるんですが、営業職が長かったので、制約が得意なんですよ、私の場合には。だから、それこそゆりかごから墓場までじゃないですけど、集客もそうだし、制約も教える。で、あと事業も自分がどんどん拡大していってるので、その拡大していってるスキルとか、経験をお伝えすることができるっていうのも、ポイントになりますね。あとは、私は教室業のコンサルをやっていますけれども、自分が教室業を実際にやった、やりました。やって教えてる、やらないで教えてるコンサルの方もいます。全てではないですけども、やっぱ教室業っていう業界領域だと、男性がやる領域じゃなくて、男性だとスクール事業経営ですね、どちらかっていうと。学習塾とか、そういったスクール事業の方は男性がやっていくケースが多いです。それも実際にね、自分が教えてっていうものも含めて、自宅教室業を男性がやり、その自宅教室業のやり方とか集客制約を教えるっていう方は少ないと思います。もちろんメソッドは合ってるし正しいんだとは思うんですけれども、一緒にやってきているっていう、共感とか、あとはその経験則ですね、そこが不足している部分があるので、すんなりこう受け入れられることができるかっていうのは、ちょっとまた別問題とかになってきます。ですので、そういう背景を持ってる形の人が、教えてるかどうなのかっていうのもポイントになるので。
どちらでもいいんですよ。自分のスタイルに合ってそこと相性が良ければうまくいくんで、問題は相性です。はい、うまくいくかどうかは相性の問題なんで、まあ一瞬では見極められないんです。これがまた残念なことに、入ってみてやってみて、こんなんだったのって気づくのが結構多いです。私もコンサルタントの方はいらっしゃるんですけれども、その時々に必要な技術を学ぶための3ヶ月の企業塾的なものとかオンラインの塾とか、まあ、そういうのを入ってやったりとかしてますけど、方針がもう本当にその方の方針によって全く違うので、入んないと分かんない。まあある程度は予測つくようになってきましたけどね。だいたいこういう文章を書いてこういう内容でって言ってるところはこんな感じかなっていうのは分かるようにはなってきましたけど、それは私が何十個もそういうところを11年で経験してるからです。はい、だからたまには外れとかありますよ。50万円とか払ったって、あ、こんな感じみたいなのもあるので、まあ、なるべく皆さんにはね、そういう残念な思いはしてもらいたくないなと思って、まあ、こんな話をしています。で、50万円のところが例えば私の経験値でちょっといまいちだなって思ったとしても、他の人にとっていい場合とかがあるんですよ。相性の問題です。もうここは考え方、個人の考え方と相性の問題なんで、まずねそこは理解しておいていただきたいなというふうに思います。あとじゃあ次に、今度コンサルタントの、タイプ、これもものすごくいっぱいあります。やはり教室業をやった出身の教室業のコンサルの方と、そうでもないところから、マーケティングができるということで教えてるコンサルの方と、まあ、まず2種類います。ご自身が経験者の方がいいのか、そういう関係なく経営のことで教えてくれるならどっちでもいいっていう方なのかによって、まずバックグラウンド経験値が違うっていうのと、あとツールに特化したものを教えるコンサルタントなのか、全体戦略を教えるコンサルタントなのかっていうことですね。当然金額違います。あと成果が出るまで時間がかかる、これはもう企業塾と全く一緒です。はい、そしてコンサルタントを選ぶっていう段においては、もう一個大事なのは、もちろん相性はあるんですけど、その根底にあるのがマインドとかメンタル的な部分を整えてくれる人かどうかを、自分が欲しいか欲しくないかっていうところです。で、私はメンタルをきちんと整えて仕事をしないとうまくいかないというふうに思ってるタイプです。場合によってはノウハウよりもメンタルが優先される人です、私の場合はね。これ違う人になると違うんで、そこは切り分けて考えてくださいね。私の持論です。要は例えばこんなことをしたいというふうに思っても、その方がそれに対して消極的だったり動かないという結論をつけてしまっているようなタイプの人だったりすると、結局やらないんですよ。やらない。だからそのノウハウを伝える前にそちらを整えない限りはうまくいかないと思っているのが私の持論です。なのでこれ人によって考え方全然違うし、特にコンサルタントは個性があるので、どの人がいいのかっていうのはもう相性ですね。相性です。はい、なので私はメンタル整えるのが先と思ってるタイプです。なのでまあ割とそうですね、ご本人の意思を尊重しながらカスタマイズしたやり方をお伝えします。ということは意思決定をご本人がしていただかなくてはいけないということですね。だから依存させるコンサルではなく、自立させるコンサルのスタイルが私のスタイルになるので、回答が欲しいタイプの人、例えば先生この答え教えてくださいみたいな回答が欲しいタイプの人は私と合わないんですよ。その人もじゃあちょっとこういうふうな方向から考えてみましょうかって返されてしまうので、自分で考えなくちゃいけないんですよね。で、答えを出すタイプのコンサルもいます。これどうなんですか、はい、これはこうですよ、これはどうなんですか、これはこうですよっていう、これが心地いい方はそういうコンサルを選ばないといけないです。その代わり答えを自分が持たずに相談をしてしまうということは、自分の頭で考える力はいつまでたっても身につかないです。はい、なので付け焼き刃的にある程度その事象をどうにかしたいっていうことと、自分でそこまで考えられなくても、
その内容が分かる状態になればいいやっていうタイプの人は向いてます。そちらで回答すぐにもらえるから、考えるっていうのが案外大変なんですよ。はい、なので理想形は自分で考える、答えを出す、その答えに対して私こう考えましたけどどうでしょうっていうアドバイスを求めるのが本来はコンサルタントを上手に使う一番いい方法になります。私は私のクライアントさんにそういう指導をしています。これをやってくるとどういうことが起こってくるかっていうと、2年とか3年とか4年とか経ってくるとですね、私が何を言うかも大体分かってくる、大体分かってくる。そうすると聞かなくても自分で動けるようになる。だからコンサルのチェックは、新しいことをするときとか自分が迷ったときに、まあ、お守り保険代わりに聞くと、あこういう感じかっていう軌道修正をしてもらえる。だからペースメーカーみたいな形になっていきますね。並走する。で当然自分のことを 月1ぐらいできちんと報告をしているので性格とか状態も分かっている上でアドバイスをもらえるので、まあ、そういう意味の安心感がある。なので私のコンサルスタイルは長期型です。長期並走型ということになります。あと自立する心を育てる。で結構ねこれ大変なんですよぶっちゃけ自分で動いちゃった方が早くて楽なんです。やらせる方が大変。はい、だけど、まあ、私はそういうやり方をとっているので、コンサルタントも、まあ、いろんなタイプいます。もう本当に、どちらかっていうとそうだな、メンタルコーチ的な形でずっと寄り添って、そうだよねそうだよねっていうことでモチベーションを上げ続けることに特化するようなタイプの方もいらっしゃいます。だからカウンセラーに近いタイプのコンサルタントもいます。私の場合には自立していただきたいっていうのが前提にあるので、成長を促すし実践を促します。はい、なので停滞しがちの方、迷ってぐるぐるしてそれ以上の回答を出せないタイプの方には私の指導は多分しんどいはずです。なのでこれも相性の問題です。はい、どういうコンサルタントを選びたいのかで、1回に当たるとラッキーですね。当たらなかったら当たるのを、まあ、調べないといけないんですけど、数人当たらないとダメ、一発でうまくいけばラッキーだと思ってください。はい、そんな印象ですね。はい、ですから自分自身のタイプも分かって、コンサルタントないしは経営塾企業塾に何を期待するのかを明確に自分が意思を持って選ばないとどの道失敗しますよっていうことなんです。で、なぜこんなことを言ってるかっていうと、失敗してる人いっぱい知ってるからです。はい、その方が、見誤ってる場合もあるし、あとはその方の思考の方向性が多責思考、他者に対して責任を転嫁する思考を持っている人はどんな企業塾どんなコンサルをつけても結果は一緒です。はい、なので自分の中でしっかり選ぶ、そして学ぶべきことは学ぶ、それが反面教師の内容だったとしてもということになります。はい、では、本日のお話をまとめてみたいと思います。あなたの教室事業を成功させるコンサルタント経営塾の選び方についてです。こちらの方はまず一番のポイントは、自分自身を内観して何が今自分にとって必要なのか、でそれに合ったコンサルタント経営塾っていうのは相性の問題になります。ですので、1個でうまく見つけれればラッキーだと思ってください。はい、基本的に今の教室業っていうのは何かしら経営の勉強をしていないと残っていけないっていう現状があるので、今後はさらにまたそういったものをコンサルつける経営塾に行くっていう人は増えてくるので、やってない人はなおさらうまく生き残っていけないだろうなっていう印象がありますので、そういった時の選ぶ時の一助にしていただければというふうに思っております。それでは。